1975年の春日駅と周囲約500メートル範囲。右下側が日高町方面。向かわいりにコンクリート製のホームが見え、駅舎側は1983年にはすでに日高町側が切られて引っ込め線化されていた。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成春日駅は 北海道有仏郡向川町技かすがにかつて設置されていた日本国有鉄道府内線の駅である。電報略号はスカ。府内線の廃線に伴い1986年11月1日に廃駅となった。廃止時点で島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。かつては島式ホーム一面二線を有する。 列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も向川方の点鉄機及びホーム端までの線路が側線として残っていた時点では点鉄機の先、ホームに至る間の部分に車止めが設置されていた。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、日高本線とよさと駅。 日吉畑駅と同系の駅舎となっていた。駅舎は校内の東側に位置し、ホームから少し離れていた。駅自体は完全無人であるが、駅前の商店で乗車券を取り扱う簡易委託駅となっていた。当駅が所在した名より。なお、地名より先に駅名が春日を名乗ったとする説もある。旧駅名の萌え別は、アイヌ語の萌え別に由来する。 由来には別説もある。1999年時点では、駅舎、ホーム、駅名表が残存していた。また簡易宅を受託していた、駅前商店には、当時の看板、時刻表、運賃表が保存されていた。2011年時点では、旧駅施設については同様で、駅舎はバスの待合所として再利用されている。駅名表は塗り直されている模様であった。 ありがとうございます。